はい、皆様こんにちは。本日はですね、こちらのオリンパスのマウントアダプターですね、純正のこちらを紹介していきたいと思います。こちらのチャンネルではカメラだとかレンズだとか私がいいなって思ったものを中心に紹介していきたいと思います。一緒に楽しんでいただける方はぜひ登録の方よろしくお願いいたします。はい、改めまして、こちらのオリンパスですね、オリンパスデジタルフォーサーズアダプター MMF-2 ですね、こちらの、マウントアダプターを紹介していきたいと思います。でこちらの用途なんですけど、こちらにもこうマイクロにこのマークですね、こちらマイクロフォーサーズマウントっていうことになります。でそちらのフォーサーズとのアダプターとなっておりますね。でこちらは1、2、3ございまして、それぞれの違いっていうのは、しっかりとしたものは、調べていただくと分かりやすいかと思うんですけど、3だけこう防塵防滴に対応したレンズを装着すると防塵防滴の効果があるレンズ、あのマウントアダプターになります。で1と2の違いはちょっと何だったかな、オートフォーカスの速度とかそういうのだったかなって思うので、まあ、ごめんなさい、ここら辺はちょっと調べていただくか、まあ、私は後で調べてこう概要欄に貼っておくようにいたします。でこちらが、マイクロフォーサーズのボディにつけるマウント部分になります。でこちらがフォーサーズのレンズをつける方のマウント部になります。でこちらは接点がついておりまして、まあ、対応していればそのオートフォーカスをそれぞれの機能をに準じたものを使えるような形になりますね。ですが、まあ、全体としてはオートフォーカスの速度もやはりこうマイクロフォーサーズ純正のものに比べれば劣りますし、まあ、あとこういうふうにアダプターを返しますよってことで望遠レンズとかを装着するとガタまではいかないんですけど、ちょっと剛性感がないかなっていう感じになってしまいます。まあその辺はご注意いただければいいかなと思いますので、まああとはこうすごく重たいもんじゃなく標準レンズを使うよとか広角レンズを使うよとか当時のフィッシュアイレンズを使うよぐらいであれば何も気にしなくて使えるので、すごく便利なものですね。昔の資産がこう再利用できますというものになります。機能としましては本当にこれ装着して使えますよっていうだけなんですけど、まあ、なかなかこう1個持ってるとこうマイクロフォーサーズの方たちっていうのがこのフォーサーズマウントを有効活用できるっていうところで人気のある品物なんじゃないでしょうか。で、フォーサーズっていうのはセンサーのサイズがフォーサーズ規格ってなりまして、昔はそのフォーサーズって言われてたんですが、それのマウント部とレンズをコンパクトにしたものがマイクロフォーサーズですね。でもそれに伴いこうセンサーのサイズは一緒なんですけど、技術っていうのはこう進歩して前にしていっているので、オートフォーカスだとかこう暗所耐性だとかダイナミックレンジとかそういうのってのはどん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 進化していっています。ただそのレンズの作りっていうのは昔からオリンパスさんはこう定評がありますので、その定評のあるレンズっていうのを気軽にこういうマウントアダプターを使って使わせてくれるっていうのはすごくいいことなんじゃないでしょうかね。で、焦点距離っていうのもマイクロフォーサーズフォーサーズ規格ですと書いてある数字の倍ですね。25だったら50、50だったら100という形になります。だからごめんなさい、35ミリに換算しますとですね、なのでそういうふうに計算していきますとどういうふうに映るのかなっていう感覚がわかるかと思います。で実際これを手に入れてこう楽しんでみていただくと、あ、こんなにフォーアンオリンパスさんのレンズでよく映るんだなとかっていうのを実感できると思いますので、楽しんでいただければいいかなと思います。で意外とこうフォーサーズのマウントのレンズっていうのは中古販売店とかだとリーズナブルな値段で出ておりますので、まあ、大三元に準ずるものとか、まあ、大三元よりも高いこう松レンズってやれているものですね、そちらも今意外な値段で売られてたりもしますので、ちょっとこう気をつけて探してみていただくと面白い遊び方ができるんじゃないかなと思います。